ステージへの出演が予定をされておりましたが、フェラーリのドライバーに関しましては、この後前夜祭において。 今日はもうちょっと18時までの運営で締め切ってしまってるんです。もう入らないとかホイールに挟まってしまうから、やっぱちょっとね、高さがちょっとあれば難しかった。 階段登ったら右側へ進みください。階段登ったら右側へ。
ベッテルなんですけれども、アストンマーティンインターナショナル、こちらの車両に乗っております。近藤達也オーナーのドライブいたしまして、1934年です。1934年、まだこの鈴鹿60周年を迎えましたね。この鈴鹿サーキットの30年も前の車、そんな車にベッテルは乗っています。ルクレールね、いやなんか優しそうだ、この顔もう胸キュンの女性ファンの方多いんじゃないですか。いやそれにしても親戚スタンドっていうのかな、ここで。すごい揺れてますね。いやすごいな。まあフォーミュラワンのドライバーたちそれからチームのねスタッフの皆さんも本当に日本の応援はすごいんだよと、みんなが言ってくれる。もう僕たちとしたら関係者、この主催する側からしたらですね、本当に自慢のファンの皆さんです。本当にありがとう。 そういう皆さんと熱い応援があるから、フォーミュラワンのグランプリドライバーたちはこれだけね、戦えているというのがあります。さあ、そしてカメラ切り替わりましたね。Pierre, I will come to you first. T17、difficult quality, what was possible to say? Certainly with a threat of rain in the air. Unique atmosphere, very special atmosphere, and I hope we can do a really good Grand Prix here in Japan. And just a word for the fans that are here as well. I mean, it's incredible. You see, it's like a full crowd, the full grandstand is filled, and no, it's a unique experience, especially as a Honda driver. And Japan has always been a very special place in my heart, so hopefully I can give back to the fans with a strong result, and thanks to all of you. Arigato gozaimasu. Thank you, Pierre. はい、皆さんの応援本当にありがとうございます。こちらぜひ皆さんね、参加していただきたいなと思います。お時間許します方はですね、 17時30分までお時間取ってございますので、退室の時間までたっぷりの東コースを。我々のこの放送席の窓が分厚いっていうのもあるんですね。すごい静か。ウェットレースになってどう変わっていくのか。
Thank you.
1号車から3号車です。この電車は